おっす、オラ YouTuber、マフィア梶田です。ポケマンのりちです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今回フェイトグランドオーダー、はい、まあ、最近ちょっとタイミング合わずに回してなかったような気がするけど、いよいよ持ってちょっと今いい感じのピックアップが、2つも来てるから、でまずどっちからっつうと、あの映画のね、ヘブンズフィールが公開されたわけよ。ルートが違う話なんでしたっけ。あのね、本来のフェイトステイナイトの、はい、あの桜ルートの話、あ、今まで映像化されてないの、これ、はいはいはい、今回初めて映像化されて、まあ、すこぶる評判がいいですよね。すごい聞きます、めちゃくちゃ聞きます。10月14日、俺の誕生日なんだよ。ああ、俺です、そう、俺です。そこで公開されるやいな、初動の興行収入が猿の惑星を抑えて1位よ。あの、何でしたっけ、ジェネシスでしたっけ、なんか新しいやつですよね。生鮮機能だグレートオール、グレートオール、そうそう、猿の惑星も随分いっぱいやってるからね。まあそうですね。ただね、世界的なね、すごいっすよね、プラネットオブジエイプスを抑えてヘブンズフィールが1位。すごいよ、これはね、大したもんね。すごい、それだけ面白かった。俺も試写会行ったんだけど、ね、ああ、そうなんですね。いや、素晴らしい人。でね、そのヘブンズフィールを公開記念ピックアップということで、このパールバティ、まあ、星4ではあるんだけれども、なかなかちょっと面白いサーバントだから、へ、まあ、多分相当な回数控えたんじゃないかなと。なるほど、うん、だから今回はね、このパールバティをちょっと狙ってみようかなと思っております。アルトリアの方はもう揃ってますか。もう、いっぱい持ってる。まあ、随分昔からいますもんね。もう最初からいるから、そうですよね。長くやってる人なら、まあ、何体か持ってるかなっていう気はする。出会いが多かったでしょうね。さあ、じゃあまあそんなこんなで記事をね、まずは読んでいきます。はい、というわけで、はい、マフィアカジノ二次元最新の記事になっております。パニパニ、あ、これすごい、めっちゃらましい、こういうの肖像画を描いてきました。30周年記念マフィアカジノ、まあ、30歳よ、俺もいよいよ味噌汁に突入よ。ほんとよ、うん、あの20代でそのビジュアルっていうあれがなくなっちゃいましたね。別にそれはどうでもいい気持ち。いや、個人的に結構あのくだり好きだったんで。いや、それはでも長いこともう10年は言い続けられてるから、もう正直10年言われたらもう飽きるよ。10年言われたらもういいよ、十分だよ。だって10年ビジュアル変わってないからね。でもね、10年でもう終わったかなって思うんだけど、30になってもまだ。いや、言われる言われる。最近ツイッターをね、開くと、まだ30だったんですかっていうコメントが殺到しててさ、いや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 、まだまだ知られてないもんだなって、ね、意外と30でもまだ俺は上に見られてるってことなんだ。いや、そりゃそうっすよ。まだ10年言われるのかな。言われる言われる、え、30代ですかって絶対言われる。まだ10年言われるのか。まあいいけどさ。というわけでね、はい、はい、パニパニを特集しましたよ。あ、ね、ラインライブ、ね、ラインライブが入りましてね、始まりました。うんで、前に動画も上げたアズルレン、アズルレン、はい、これについてちょっとあれから遊んだんでね、いろいろ語っております、うん、皆さんもね、ぜひ興味のある人は読んでみてくださいね。ということで、さあさあ回していこうかな。さあさあさあ、いくよん。さあ、ヘブンズフィールピックアップ、まず予備符が7枚あるんだけれども、一応使ってみるか。使いますか。期待はしてないけど、この前も使ってたし。今回出て、この前出てるからね。なかなかやっぱあの、ガチャ動画とか当たり前なんですけど、うん、まあ、やっぱね、ああいうのに単発が上がるとね、低評価がつくんですよ。あ、新しいレソ出た。おめでとうございます、うん、ああいうの一発当てちゃうとね、ダメレソが、え、低評価つくんだよ。つきます、つきます。あの、多分内容がどうこうじゃなくて、ああいうので一発で出ると出ます。どんくらい違う、あの、普段出てない時と出た時の低評価の率って。いや、3倍ぐらい違います。3倍ぐらい出ますからね。人の闇を見た気がする。この野郎って感じだね。まあ別にいいんだけど、あ、そうそうですね。YouTube の俺、高評価と低評価ってあれすげえどうでもいい。あれ何なんでしょうね。なんか影響してるのかな。あの、別に見た人の感想だから何でもいいし、別に低評価ついたところで再生数落ちるわけでもない。確かに。まあいいんじゃないか、面白いんじゃない。そう、出た時に低評価いっぱい作ってるので、逆にやっぱヘブンズフィール、え、出ました、ヘブンズフィールは出たんだけど、冷蔵、はい、の方で、ああ冷蔵ね。けどやっぱあの、逆にこうあれですよ、ちょっと別タイトルになりますけど、別タイトルでもう大爆した時あったじゃないですか。ああ、あったあった、はい、あの時はもう低評価数件でした。爆死した時の方がみんな優しい。そうです、そうです、そうです。何なんだろうね、メシウマかメシマズかの評価。日本人は好きよね、そういうの。いや、いいことです。ありがたいですね、そうやって。まあ、俺は見てくれてるだけでもいいんだ。あ
なかったね。ふわっと終わりましたね。じゃあ本番の10年行ってみっか。行ってみましょう。さあ出るかどうか。幻想し押したんでそう。まあまあまあ。ちなみにパルパティはまだ1枚持ってない。持ってない。お、まだ引いてない俺。なるほど。名医解放もできるからさ。はいはいはい。引いときたいなって。まあ、いわゆるさくらの体を借りて出てきたサーバントだから。へぇ、はい、なんか、か捨てないとか、いわゆるイシュタルとかと同じような枠だな。あ、原作ファンとしては、もう作りたいサーバント。うわ、先週の原作続くね。なんかでもこの組み合わせすごい好きですね。うん、アンリミテッドブレードワークスが好き、ね、そうですね。アンリミテッドブレードワークスって2作出てるんですよ。2作その新しいのとプレミアで、あのすごいこういう組み合わせされてる。これはね、ルート別の映像だね。1作はフェイバーリングですけど、わかんない全種類出てますから。まあ、ある意味では成功かな、うん、星5のね、この連想出てるから。てか、ジーニーこれ星5の連想だったんだ、うん、スター集中度 400% プラスバスター性能 400%? うん、なかなかゴリラの連想だね。うん、さあ、もう一回行ってみよう。行ってみよう。いや、パールバディですか、ね、あとは出てほしいですね。こういう風にアルコールが出てくるやつなんですか。ルーテも同じようにだからね、うん、星5よりは出やすいんだけれども、そういうふうに限ってアルトリアが出たりするのあり得る。実際にアルトリア役の川澄さんも、うん、その現象に見舞われていて、なんでそれ引きつけるものがあったんですか。ある意味これもピックアップだな。さくらこう虫のあれやってた人でしたっけ。ふわっとしてんのさくらに虫のあれやってた人って思う。いや、なんかその、うん、記憶が曖昧でですね、フェイトの人からその説明聞いたことないですよ。フェイトの関係でさくらに虫のあれしてた人。まあ実際合ってんだけどね、うん、その通りその通り、うん、そのイメージが強い。マーボー豆腐かも。わかんないですけど。ジャムズフィールを見ればわかる。ああ、なるほどね。なるほどね。ああ、全然光らないね。確かに。ここまで光らないと不安になるな。ランサーなんだよ、このバルバディって。おう。ってことは、今のもワンチャンあったわけですね。ああ、ワンチャンあったかもね。ランサーではバルバディかもしれないけど、あの演出でね、狙った通りだと。あんまないんですよ。全然ピックアップするけど。うん。出ませんな。調子はよろしくない。あ、ダンサー。はい。プリンもね、食べに使っちゃピックアップ。プリン受けてるな。まあ、星5の冷蔵がちょろっとって感じですね。星5の冷蔵が2回続いてるんだよ。うん、星5の冷蔵が2回か。さて、もう1回くらいっておくか。行きましょう。これがラスト。うわー、手がない。これやばいやつですね、確か。これ出るとね、もう絶望に満たされるね。よくない前兆でしたよね。どうじゃダメだ。出まくるな。裏でピックアップされてるな。
はメディアじゃねえのか。来てるよ来てるよ。テラスパイラル入った。テラスパ入りました。テラスパ入るとね、もうダメだよ。ダメだ。テラスパ入った。あ、もう友達始めてるもん。テラスパ入ったらもうダメ。あ、そう。確かにダメだった。まずテラが出たらもう俺は出ないと踏んでるから。うんこでしたか俺は。ダメでした。あ、バルバティとの縁は結べない。まあ、またね、いつか機会があるかもしれないですけど。いや、あのバルバティ多分工場、はい、ああ、そうなんですね。じゃあ全然工場じゃなかったっけ、うん、あ、ストーリー紹介追加だから工場だわ。ああ、じゃあビッグアップで無理に行かなくても、はい、そのうちポロッと出る可能性はある。なるほど。じゃあまたの出会いを楽しみたいと思います。そうね、はい、というわけで今回はヘブンズフィール記念ということでね、回したんですけれども、あんまりこっちはそのめでたい感じになると思います。確かに。まあ皆さんもね、ぜひ映画のヘブンズフィール見に行ってみてください。こちらも面白いですよ。FGO から入った人もぜひ。はい、それではまた次回。バイバイ。